私たちと一緒に夢に向かって走ります。セイントスノーについてのインタビューですか？そういうことなら大歓迎です。セイントスノーはカズのセイラとカズのリアの姉妹ユニットです。私たちは小さい頃から歌ったり踊ったりすることが大好きで、よく二人で即興ミュージカルみたいなことをして遊んでました。でも初めからスクールアイドルになろう、ラブライブを目指そうなんて考えていなかったんです。そうですね、きっかけはアライズです。アライズのライブを初めて見た時、全身に衝撃が走りました。そしてそれはリアも同じだった。セイントスノーはこうして誕生したんです。私たちはセイントスノーを結成してから来る日も来る日も練習に励んできました。もちろん辛いこともありましたが、徐々に増える声援が、拍手が嬉しかった。もっとみんなを楽しませたい、もっと上を目指したいって。だから私はこれからもリアと二人でラブライブの頂点を目指します。アクアの皆さんには負けませんよ。みんなと一緒だと大変なことも乗り越えて楽しさに変えていけるんだ。すごいよね。いらっしゃいませ。わざわざうちに来てまで私に聞きたいことというのは何なんです？アクアの皆さんのことですか？そうですね、正直なことを言ってしまうと、最初はそれほど意識はしていませんでした。歌もダンスも確かに素敵だけど、頂点を狙えるほどではないと。でもその認識は間違いでした。あっという間に力をつけてパフォーマンスも洗練されて、今ではもう無視できない存在です。彼女たちのステージには見ているこちらの心に強く訴えかける何かがあると思うんです。震えるほど強く熱い何かが、それが何なのか、何が彼女たちを成長させたのか、ちょっと興味があるけれど。え、おじけづいているのかって？まさか、むしろ燃えたぎっていますよ。スクールアイドルとしての私の情熱が相手にとって不足なし。同じ舞台で競う日が来たら、その時は全力でぶつかり合うつもりです。アクアの皆さんに対する気持ちはこんなところですね。さあ、せっかく来たのですから何か一品くらい頼んでくれてもいいんじゃないですか？うちの実家は旅館をやってるんだ。立派な函館ユニットカーニバル見に来てくれていたんですね。ありがとうございます。楽しんでもらえましたか？それは良かったです。観客を楽しませるのがスクールアイドルの本分ですからね。私自身はどうだったのか？もちろん楽しかったですよ。同時にいい経験をさせてもらったとも思います。他のスクールアイドル、それもアクアと一緒にライブを行うなんて、こんなチャンスそうそうありませんから。しかも今回アクアは3人1組でパフォーマンスをしていたでしょ。こっちは9人で固まっている彼女たちを見慣れていたから、結構新鮮な光景でしたよ。9人揃っている時とはやっぱり違いましたね。長所が強調されているユニットもあれば、意外性で攻めているユニットもあって、組み合わせ次第でこうも変わるのかって正直驚きました。こういった多様性は多人数のグループの強みでしょうね。二人組のセイントスノーにはちょっと真似できそうにないかな。悔しいけど、けど悲観なんてしませんよ。私たちには私たちにしか表現できない世界がある。それを突き詰めていく、それだけです。私たちのストーリー、どんな話になるんだろう。函館ユニットカーニバル見に来てくれていたんですね。ありがとうございます。楽しんでもらえましたか？それは良かったです。観客を楽しませるのがスクールアイドルの本分ですからね。
私自身はどうだったのか。もちろん楽しかったですよ。同時にいい経験をさせてもらったとも思います。他のスクールアイドル、それもアクアと一緒にライブを行うなんて、こんなチャンスそうそうありませんから。しかも今回アクアは3人1組でパフォーマンスをしていたでしょ。こっちは9人で固まっている彼女たちを見慣れていたから、結構新鮮な光景でしたよ。9人揃っている時とはやっぱり違いましたね。長所が強調されているユニットもあれば、意外性で攻めているユニットもあって、組み合わせ次第でこうも変わるのかって正直驚きました。こういった多様性は多人数のグループの強みでしょうね。2人組のセイントスノーにはちょっと真似できそうにないかな。悔しいけど、悲観なんてしませんよ。私たちには、私たちにしか表現できない世界がある。それを突き詰めていく、それだけです。みんなと一緒だと大変なことも乗り越えて。リハーサルお疲れ様でした。いよいよライブ本番ですが、アクアの皆さんとの練習はいつもと違って本当にいい刺激になりますね。リアも今日は朝からとっても張り切って、姉様走りに行こうなんて外に飛び出していったぐらいなんですよ。普段は二人っきりの練習が多くて、学校でも家でも練習漬けの毎日ですが、アクアの皆さんと一緒ですと客観的になれたりして面白いですね。セイントアクアスノーの11人のフォーメーション、最初はどうなるかと思いましたが、練習の後半ではぴったり息が合って本当に嬉しかったです。リアも姉様できたなんて瞳を輝かせて本当に嬉しそうで、アクアの皆さんと一緒にライブができるのを喜んでいるんですよ。出会ったばかりの頃はアクアの皆さんには随分と失礼なことも言ってしまいましたが、今ではとても打ち解けて親友みたいな気持ちなんです。そうそう、セイントスノーの姉妹ならではのシンクロ率の高い歌やダンスはセイントアクアスノーになってさらにパワーアップしているんですよこのレベルに引き上げるには相当厳しい練習を積んできたはずなんですが、不思議ですね。楽しいってずっと感じているんです。この調子で本番も駆け抜けて最高に楽しいステージにしますから、あなたもぜひ楽しんでくださいね。11人のステージの応援はきっと忙しいですよ。瞬きする暇なんてないくらいですから、しっかりついてきてくださいね。うちの実家は旅館。